どうもレゴラジです。本日11月22日20時よりスタートとなります。ベネリックレゴストア楽天市場店にてブラックフライデー開催されます。ブラックフライデーセール開催されます。今日はね、いろいろ買ってきたレゴラジが皆様におすすめのレゴ、これ安くなってるよというレゴを紹介していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。レゴストア楽天市場店のトップページにですね、このように、なんかいろいろね、こんなのやってますよっていうイベントみたいのが書いてあるんですけど、そこのトップのところにね、ブラックフライデーの、セール会場のリンクが貼ってあります。そこから飛んでいきます。そうするとこんな感じでね、一覧が見れるんですよ。あの情報量がね、ちょっと多いんですけど、見やすいんですよね、このベネリックレゴストア楽天市場店は。なのでね、買いやすいし、ただぼーっと見てるだけでもね、とっても楽しいサイトになってるんですよね。公式オンラインストアよりページは見やすくできてるかなと思ってます。そして早速出てきたのがハッピーバッグですね。セット商品になってます。大人レゴって書いてありますね。大人レゴ B セット、A セット、そしてヒーローセット、仲良しセットになってますね。これは店頭、実店舗とは違いますね、中身。店によって違うのかわかりませんけど、レゴラジが見に行った店の内容とはちょっと違ってますね。価格も15,000円、5,999円。価格は同じですね。コンボイが入って15,000円なので、コンボイ持ってない方は間違いなく激安おすすめなセットになってます。レゴラジはね、コンボイ持ってるので今回はこれスルーしました。そしてね、超おすすめなセット、レゴラジはねこれ買ったんですよ。ライオン騎士の城、通常 49,800円だか5万ぐらいの商品なんですけど、1万円引きされて 39,980円なんですよね。これについてはね、先日の動画でやっておりますので、ぜひそちらをご覧ください。ほんとおすすめ、これが2番目ぐらいにおすすめです。他にもたくさん安くなってる商品がいっぱいあって、ランドスピーダーとかブティックホテルとかね、本屋さんとかめっちゃ安くなってるんですよね。このあたりもおすすめですよ。あとソニック、これ安いね。ソニック安くなってます。あとは FC バルセロナのスタジアム、これもねかなり値引きされてるんだよね。でこれはね、昨日の動画で紹介した通り廃盤間近なので、おそらくこのセールが終わったら廃盤にかなり近づくんじゃないかなと思います。これもね、いいセット、持ってないんだけどね、サッカー好きのレゴラジにはたまらないセットだよね。そしてボタニカルコレクション、これもいいよね。でこれね、これ悩むんだよね。ジェットコースター、超特大ね、特大っていうか背の高いジェットコースターね、これモーター付きなんだよね。で39,800円、39,980円か。これも買ってもいいかなっていうセットだね。そしてマイクラ、カルテット、灯台も安くなってんのか。ワールドマップもありますね。ワールドパップ、マップ、パップって。ワールドマップは歴代ナンバーワンのピース数です。チャレンジしたい方はぜひこの機会にどうぞ。そして他にもいろいろちょこちょこっと安くなってるんだよな。みんな安くなってるんだよね。買いやすい価格帯に感じるな。いいな。そしてスターウォーズコーナーがやってまいりましたね。AT-AT-N1 スターファイターとかあってね、デイリービューグル、これはスターウォーズじゃないけどね、これもね、買いやすいんじゃないかな。欲しいな。デイリービューグルはおすすめです。とまあこんな感じでいろいろね見ていくとですね、永遠に時間が足りなくなってですね、セールが始まってしまうので、簡単に言うとですね、流通限定商品と書いてあるセットの安くなっている製品、これはね先にチェックした方がいいと思います。ここ大事ね、テスト出ますよ。流通限定商品と書いてあるセットの安くなっているもののチェック、それ以外のセットはですね、Amazon、トイザラスでも安くなっている可能性もあります。
まあ、この辺もね細かく見ていかないとダメなんですけど、流通限定商品何回目 ?3 回目ここだけはね、いつもこれからもねセールの時にはチェックしていただきたいと思います。ぶっちゃけどのレゴがどれぐらい安くなってるのっていうのはね、普段からチェックしてる人にしかわからないと思うんですよね。これはね、まあ教えるのも簡単なんですけど、まあツイッターとかで聞いてもらっても全然構わないんですけど、こればっかりはね、普段からチェックまめに見てないとどれがすんごい安くなってるのかっていうのはわからないと思うんですが、どうやって説明しよう。まあやっぱり流通限定商品、これだね、4回目ここほんと大事だから。でね、それでね、あとはね、発売日からどれぐらい経ってるかっていうのも大事だよね。発売日からね間もないのにこんなに値下がってるっていうのを見つけるのも大事なんですよね。あとはねシリーズだよね。値下がりやすいシリーズとなかなか値下げとかセールをやらないシリーズがあるんですよね。その辺の見極めもかなり重要ですね。ミレニアムファルコンなんてね、最近値下げしなくなったのにね、今回値下げされてますよね。まあそれでもね、ちょっと高いとは感じるけどね、スターウォーズ系はね。それでもおすすめなセットは何個も見つけることができました。基本的に今回のセールざーっと見た感じ、みんな安くなってるんで、どれを買ってもね、間違いなく損したなんてことは絶対ない、お得に買えるセールになってると思います。なのでね、できればね、値下げ幅が大きいセットを買うというよりは、自分が欲しかったセットを買うというふうな、当たり前だけどさ、安くなってるから買っちゃおうっていうと、みんな安くなってるからね、とんでもない金額になっちゃうんだよね。いや、お金ある人はいいけどさ、限られた予算の中でね、レゴを楽しんでる方もたくさんいらっしゃると思うのでね、もし気になってた商品、このセールで見つけたら、間違いなく買って問題はないと思います。ただね、先ほども言いました通り、流通限定商品っていうセットからチェックした方がいいのは間違いないんです。なぜかというと、トイザラス、アマゾン、その他玩具店でもね、このブラックフライデーセールやってて、そっちの方が安いということも結構あるんですよね。なので、でもこれ安いなぁ。まあ楽天はね、ポイントもあるからね。あとは楽天カードとかで買い物するとかいう人もいるでしょうからね。かなりお得かな。それを考えればね、他のとこ見なくてもいいかもしれない。あとはね、楽天派ですっていう方もね多いと思うんですよね。そういう方はもう間違いなく狙ってた商品は買っちゃっていいと思います。そしてね、何を買おうかわからないという方はね、ハッピーバッグ、普段レゴ買ってない方が、買うんだったらハッピーバッグかなりおすすめなセットとなってます。レゴラジはね、普段から買ってるんで、持ってるセットばっかりなので、今回はスルーしたんですけど、レゴね、これからやるとかね、プレゼントにとかを考えてるんでしたら、このハッピーバッグ、A セット、B セット、ヒーローセット、仲良しセットはかなりおすすめです。この大人レゴの A セット、B セット、どちらもね、コンボイ入ってるんですよね。こちらのチャンネルでもたびたび登場するコンボイ。レゴラジが積んでて積んでていつになったらやるんだっていうコメントがね、多数来るね、コンボイが入ってるんですよね。これだけで通常買うと2万円なのでね。すごいな。いっぱい余ってんのかな、わかんないけど。これ組んでないけど、これ変形もできるんでね、めっちゃおすすめなコンボイです。そしてお子様へのプレゼントとかね、レゴの買い足しでもいいと思うんだよね。パーツも取れるからね。レゴなんでね、パーツ取りに買うっていう方もね、たくさんいるし、間違った買い方じゃないのでね、お子様でもおすすめなのが、このヒーローセットと仲良しセット。レゴシティとかね、男の子だと忍者号、女の子だとフレンズになるのかな。こっちもね、結構安くなってるので、全然ね、残り物だからとかね、そんな感じのセットではないです。いいセットがちゃんと入ってます。
そして大変長らくお待たせいたしました。レゴラジがね、今回のセール、これを買えというね、おすすめなセットを紹介したいと思います。こちら、レゴ警察署10278です。これね、いいよ。モジュラービルディングシリーズなんだけどね、警察署14,980円と激安となってますね。これレゴラジね、今年ライブ配信で組み立てたのかな。今一番おすすめなセットとなっております。安いよね。もちろんね、なんだっけ、他ね、本屋さんとかブティックホテルとかもかなり安くて買いやすい値段になってるんだよね。でもその中でもね、やっぱり一番かっこいいなと思ったんだよね、この3種類の中ではね。警察署かなりおすすめとなっております。まだ持ってないという方はね、これ絶対買って損はないと思います。大人レゴにはなるんですけどね、慣れてるお子様でしたら全然問題なく組み立てられると思います。理由はレゴラジでもできたから本当にね。ということでね、間もなく始まっちゃうので、このままね動画アップしちゃおうかな。いつもは19時アップにしてるんだけど、19時アップじゃね、もう始まっちゃうからね、セールね。じゃあ今すぐこれアップします。ね、だら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 10分の動画にしてしまいましたけど、大事なことはね、流通限定商品からチェックしましょう。あとは普段から価格のチェックをしましょうということが言いたかった偉そうにね。ということで、本日は楽天セールについてお話ししていきました。この他にもいろいろ動画あります。ぜひともチャンネル登録、動画への高評価をして他の動画もお楽しみください。いや、セールが終わってから、買い物終わってからお楽しみください。あとコメントでもね、こんなの買ったよっていうのを教えていただければね、持ってなければちょっと参考にしようかなと思います。次の購入へのね、参考にしたいと思っております。ぜひともコメントもお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。おつらじ